カスうどん牛の油カスを国した大阪河内地方のうどん。中央のトロロ昆布の脇に乗っているのが油カス油カスとは、食肉から食用油脂を抽出した残脂を利用した食品である。畜産物を生産、消費する地域の一部で見られる。類似の食品は全国に存在するが、それらの原料や製法は様々で、その成り立ちや文化的系類も違う。 それぞれ異なる食品群である。本校では便宜上、それらを掃除て油かすと呼ぶ。本来は食肉の脂身や内臓などを鍋の中で加熱し、油脂を取り出した後の副産物である。しかし現在加工食品として販売されているものは牛の小腸や豚の胃、鶏の皮などを低温の油で揚げて水分を飛ばしたものが一般的である。スルメのように硬く、 噛みごたえがあるため、乾燥食品と誤解する人もいる。油かすに類する食材は、全国各地に存在するが、西日本で特に限定して、油かす、イリかすなどの名称を使うときは、一般的には、童話地区を中心に流通する牛馬の大腸や、小腸を原料とした保存食を指す。油かすは、原料が食肉の残詞であるため、かつては、 土地区業に携わる者の,の多い被差別ブラク民の間でのみ流通、消費されてきた。被差別の食卓の著者、上原義博は油かすを、被差別ブラクのソウルフードと呼んでいる。次来、近畿地方では細胞紙と並ぶブラクの伝統食であり、その名称を口に出すことすらはばかられるような食材であったが、差別意識が薄らいだことや B 級グルメブームの影響もあり、 近年は堂々とメニューに掲げる店も増加している。こうした需要の増大により、以前に比べて価格も高騰傾向にある。ありがとうございます。